お前らやる気あるのか。先月の営業成績なんて他の支社の方がよっぽど稼いでたぞ。俺に恥をかかせるなよな。管理職用のデータを見た部長が朝礼で俺たちを叱りつけた。まただよ、と俺たちは心の中でため息をつく。部長は自分の評価ばかり気にして、俺たちの事情や気持ちなどお構いなしなのだ。いつか痛い目に遭うぞと思いながら聞いていた矢先、部長は信じられない言葉を口にした。俺の名前は藤波、35歳。機械メーカーの支社で営業部の一員として働いている。資料や書類の作成でデスクワークをする日もあるが、外回りや商談で他会社の方々とやり取りをしている方が多い。マナーやコミュニケーション能力を必要とする機会が多く、なかなか大変だ。それでも俺はこの仕事が好きだし、やりがいを持って働いている。仕事以上に大変だと思っているのが部長の加藤とのやり取りである。加藤はまだ40と若いのに部長になった男だ。2年前にうちの部署に移動してきた。どれほど優秀な部長なのだろうと部署のみんなで期待していたのだが、蓋を開けてみたらとんでもない男だと思い知ることに。営業成績こそ全て、結果を出せない奴なんざ俺の部下とは認め。成果主義らしいというのは前情報で知っていたが、ここまで極端な人物だと誰が予測できただろう。おい、弱小企業にも契約断られたのかよ。お前がヘコヘコしてるから舐められたんじゃないのか。ほんとこの部署は使えない奴が多すぎる。しかも誰かが営業に失敗すれば、こんな感じでありえない暴言を吐く男だったのだ。こちらの事情などお構いなしなのは当然で、大体が中身のないただの悪口。言いたいから言っているだけなのだろう。しかも部長はいつも自分のデスクにふんぞり返ってスマホをいじり、ほとんど仕事をしている素振りもない。部長でなくてはならない最低限の仕事以外は、課長や俺たち下の人間に押し付けているからだ。ノルマ以上の成果を出せ。俺の評価が下がったらただじゃ済まんぞ。この言葉が口癖で、俺たちはまるで働きありにでもなったような惨めな気分になる。なんでこんな男が部長になれたのだろう。俺たちは揃って疑問に思った。課長によると部長には黒い噂があるらしい。同僚の手柄を奪って功績を作ったとか、人事部や上層部と裏で繋がっているとか、いろいろと聞いているよ。あくまで噂だけどね。仕事の後、同僚たち数人と飲みに行った時に課長はそう話してくれた。こうなったら直談判しましょうよ。暴言の一つでも録音すればいけますよ。同僚が言い、俺も同意する。しかし、課長は暗い顔をして首を振った。先日一人辞めた人がいただろう。俺と同僚は思わず顔を見合わせる。確かに急に家庭の事情で辞めていった同僚がいたが、まさかとハッとすると課長はうなずいた。君たちのように証拠を持って人事に掛け合ったそうだよ。私を飛ばしたところを見るときっと私も頼りにならないと思ったのだろうね。その結果、これだ。きっと人事を通して部長にバレて、圧力をかけられたのかもしれない。あくまで想像だがね。その場にいたみんなが押し黙る。ひどいなぁ。それじゃあ俺たちどうしたらいいんだ？同僚が言う。うちの人事がダメとなるとは、もう直接支社長や本社に掛け合うしかないでしょうね。でも、それこそ決定的な証拠やタイミングを計らないとは、逆に俺たちが危ないかもしれない。支社長は部長をかばったりしないとは思いますが、念には念を入れましょう。支社長はいつも朝くらいしか社内にいないほど多忙な人だ。切り札も最も効果的なタイミングで使ってこそだろう。俺がそう言うと、課長は真剣な顔で俺たちに話した。それなんだが、私は今度部長を除く部署のみんなにある提案をしたいと思っているんだ。
その場にいる全員が前もって課長の考えを聞き、思わず驚きの声を上げた。こんな手段は使わない方がいいのは確かだろう。だが、用意して将来を見据えておくこと自体は悪くないかもしれない。課長の言葉に、俺たちは考え込んだ後、ややあって大きくうなずいた。それから、およそ数週間後の出来事だ。お前ら、やる気あるのか？先月の営業成績なんて、他県の支社の方がよっぽど稼いでたぞ。俺に恥をかかせるなよな。管理職用のデータベースを見た部長が朝礼で俺たちを叱りつけた。まただよ、と俺たちは心の中でため息をつく。部長は自分の評価ばかり気にして、俺たちの気持ちなどお構いなしだ。みんな精一杯頑張っていますよ。加藤部長の設定しているノルマが高すぎるんです。そもそもどうしてそんなにみんなに無理を強いるんです？これはさすがに、と課長が俺たちをかばってくれるが、部長は鼻を鳴らしてバカにする。はっ、できない奴は言い訳ばかりで困る。そんなに難しいノルマを設定しているつもりもないのだがな。いいか、他の支社よりも高い売り上げを出せれば、俺の評価が上がる。こんなしみったれた支社じゃなくて、本社へ移動も叶うかもしれん。そう言った後で、付け足し程度に。お前らだって成果が出せれば、それだけメリットになるだろう。ウィンウィンってやつじゃないか？と言って、笑った。お互いに利益があることをウィンウィンと言うのだが、俺たちばかりが苦労して、全然言葉の意味に合っていないと思う。どうせ大層な理由でもないと思っていたが、本当に部長にはがっかりだ。鼻息荒く、一人野望を燃やす部長に反して、俺たちは冷ややかな視線を向ける。なんで部長の出世のために、俺たちが無理難題に答えなきゃならないんだ。そんな思いが通じたのか、部長は俺たちの視線に気がつき、一瞬だけたじろぐ。しかし、すぐにいつもの調子に戻り、なんだその目は、上司の俺に向かって。と、部長は怒鳴った。誰もがしらけた表情でため息をつくばかり。俺たちの態度が許せなかったのだろう。部長はさらに顔を赤くして怒鳴りつけた。よーし、だったら、週末までに3億売り上げてこい。満たせだったら誰かがクビな。俺に生意気な態度を取った罰だ。部署内が騒然となる。何ですか3億って。しかも週末までにって、むちゃくちゃですよ。それに誰かって誰ですか。こんな理不尽な人事、まかり通るわけがないですし。部長にそれだけの権限があるとお思いですか？我慢しきれずに、俺が尋ねると、部長はニヤニヤ笑う。は、3億なんて、高価な機械をいくつか売れば簡単に達成できるだろう。誰かっていうのは別にお前でもいいんだぞ、藤波。俺に逆らうとこうなるって見せしめにできればな。首の理由なんて俺にかかればいくらだってこじつけられる。言っている内容が本当に無茶苦茶だ。およそ大人の発言とは思えない。支離滅裂もいいところである。以前はどうやって部長になったのか疑問だったが、今となってはどうやって入社できたのかさえ疑問だ。俺が愕然としているのを見て、部長は気分を良くしたように腕を組む。ようやく誰を敵に回したか分かったか。謝罪してノルマ達成に尽力するなら水に流してもいいぞ。俺は拳を握りしめて震えた。この男は何を言っているんだろう。高価な機械を数台売れば、なんて簡単に言ってくれるが、そもそも契約を取るためにかかる時間や労力を全部無視している。とても週末までに達成できるわけがない。部長の発言は、机上の空論に他ならないのだ。そうですか。俺は短く言うと、くるりと背を向けて自分のデスクに向かう。引き出しを開け、姿を現したものを見て、俺はため息をついた。中にあったのは、
退職願いと書かれた封筒だ。うちの会社は大きな会社で給料も良く、何より課長や同僚たちといい関係を築いていたから居心地が良かった。部長の加藤が現れなければ、こんなものを書く機会はそうなかっただろう。俺は思い切って退職願いを手に取った。そばで見ていた課長が驚いた表情をし、藤波くん。と声をかけてくる。すみません、課長。もう限界です。課長は神妙な顔でうなずき、自身もデスクに戻っていく。部長はさっきまでの空気などなかったかのように、いつも通りふんぞり返ってスマホをいじっていた。俺が戻ってきたのを見て、部長は眉を潜める。ああ、なんだ。まだ何かあるのか？俺に歯向かう暇があるなら、部署全員で作戦会議でもしてたな。俺は部長の発言を無視して、退職願いを机に叩きつけた。部長は一瞬ポカンとして、退職願いと俺の顔を交互に見る。こういうことなので。じゃ、今日付けで辞めるって社長に伝えとけ。もう辞めるのだからと、つい最後は口調が荒くなってしまった。俺の発言に部長はすぐにまた下品な笑みを浮かべる。は？お前、課長や同僚たちを見捨てて逃げるってわけ。藤波、お前って案外冷たいやつなんだな。部長は俺を挑発するが、俺は首を振った。俺に続くように課長と同僚たちがやってくる。課長は紙袋を持っており、無言で部長のデスクの上で紙袋を逆さにした。ザッと音を立てて紙袋の中身が流れ出る。出てきたのは俺と同じ退職願いと書かれた封筒だ。中には異動願いも混じっている。藤波くんと同じく私たち全員分も提出させていただきますね。課長はにこやかに言った。部長のデスクに部署内全員の退職願いや異動願いが提出される。え？の、まさか俺の他に届け出を用意していた人間がこんなにもいるなんて思いもしなかったのだろう。部長は目が点になっている。課長が口を開いた。部長、これだけの人数が届け出を一斉に提出したら部長の評価に大きく関わるのではないですか？俺たちが揃ってうなずくと、部長が顔を真っ赤にして震え出す。お前ら、よくもこんな嫌がらせみたいな真似を。部長が机の上の大量の届け出を無作為に手に取っては破り捨てていく。嫌がらせという言葉に、俺は思わず吹き出してしまう。どちらがですか？私たちはもうかなり前から部長に対して不満が募っていたんですよ。当然ですよね。部長は自分の仕事を俺たちに押し付けて、とにかく営業成績だけ上げろなんて無茶苦茶です。しかも全部自分の評価のための発言でしょ。みんな嫌になるに決まってますよ。実を言うと、課長の提案で部長を除く部署の人間で話し合い、いつ提出してもいいように退職願いや異動願いを個々で用意していた。みんなが本当に我慢できなくなった時、せめて最後に部長に目に物を見せてやろうという算段だ。これが先日課長の話していた提案の内容だった。俺が退職願いを部長に叩きつけたのを見て、課長は素早く他の社員たちからも届け出を集めたのだろう。そして俺に続くように部長のデスクにぶちまけたというわけだ。課長が言ったように、これだけの人数がいきなり退職願いや異動願いを提出すれば大問題になる。社長はもちろん、本社社長の耳にも入るだろう。それこそが狙いであり、俺たちはずっと機会を伺っていたのだ。部長がわなわなと震え出す。お前ら末端の社員ごときが！部長がダンと机を叩いた。ちぎった届け出の残骸が床に舞い落ちる。そして部長は身を乗り出して、机越しに俺の胸ぐらを掴んだ。やめないか。鋭い声が飛び、部長の振りかぶった拳が止まった。
一斉に声のした方に注目が集まり、部長の口から震えた声で、支社長という言葉がこぼれる。声の主、支社長は咳払いし、俺たちの元へやってきた。部長のデスクの上に置かれた大量の届け出、床に散らばった紙くず、そして部長の真っ青な顔と、順番に見て支社長はため息をつく。ああ、緊急だと課長に内政をもらってやってきたが、確かにこれは急を要する事態のようですね。なるほど、と俺はちらりと課長を見た。課長は支社長の後ろで小さく親指をぐっと立てている。支社長の言葉から察するに、部長が躍起になってみんなの届け出をちぎっている最中に、内線で支社長に事情を説明したのだろう。はい、これは、違うんですよ、支社長。部下たちがちょっと悪ふざけをですね。部長は机の上の届け出を手でかき集めながら苦しい言い訳をしている。全然悪ふざけじゃないですよ。そうよ、私たち本気です。周りからヤジが飛ぶ。確かに彼らの言う通りだ。事情はだいたい課長から電話で聞いたよ。部長、その手をどけたまえ。支社長が手を伸ばすと、部長は体を使ってデスクを覆い隠すようにする。往生際が悪いことこの上ない。俺たちがうんざりしていると、体勢を維持したまま部長は大声を張り上げた。あ、本当に何もないんです。朝礼で部下のだらけた営業成績を叱りつけたら逆切れした部下たちが当てつけのような真似をしてきたんです。ですからこの紙束は何の意味もないものなんです。支社長は課長に話を聞いただけでしょ。騙されないでください。俺たちに言い放った無茶苦茶なセリフをオブラートに包み、部長は必死に訴える。その時だった。よし、だったら週末までに3億売り上げてこい。未達成だったら誰かがクビな。つい先ほど聞いたばかりのセリフが俺たちの後ろの方から聞こえてきた。思わず部長も顔を上げ、俺たちは声の発声源に目を向ける。同僚の一人がドヤ顔でスマホをこちらに向けていた。スマホには動画が流れ続けている。動画撮影で部長の暴言を余すところなく記録していたらしい。課長といい、同僚といい、グッジョブだ。振り向くと、もう言い逃れできないと悟った部長が、顔を真っ白にしていた。うむ、課長の言った通りだね。支社長が納得したようにうなずき、俺の肩をポンと叩く。藤波くんだったね。君が勇気を出して発言したおかげで、課長やみんなも勇気が出たのだろう。今までこんな事態になっているとも知らず、迷惑をかけたね。皆さん、本当に申し訳ありませんでした。支社長はそう言って、俺たちに向かって深く頭を下げた。いえ、これは課長が提案してくださったおかげで、私は別に。俺がしどろもどろに言うと、課長が隣に来て首を振る。藤波くんがきっかけをくれたんだ。ありがとう。我々のチームプレーの勝利だよ。課長。空気を読まない部長の怒鳴り声が、俺たちのしんみりした空気を引き裂いた。支社長、お待ちください。これは部下たちが私を陥れようとした罠です。私は何もやましいことは、何も。支社長は部長を睨みつける。往生際が悪いぞ、部長。この件で、君自身に大きな問題があると分かった。これは、重大な問題だ。君の処罰を追って伝える。部長はまずこの場で、皆さんに謝罪すべきじゃないかな。部長は、ひっと息を呑む。毎日暴言を吐き、見下していた俺たちに、頭を下げて謝罪するなど、部長にとってはかなりの屈辱に違いない。部長はしばらく表情を歪めて押し黙っていた。やがて小さな声で、皆さんに、
暴言を吐き、申し訳ございませんでした。と謝罪する。よく聞こえませんね。それに、暴言だけじゃありませんよ。俺が言うと、部長は俺を睨みつける。しかし、俺の隣にいる支社長や課長、そして後ろで冷たい目をしている社員たちに蹴押され、部長はついに涙目に。今まで好き勝手して、皆さんにご迷惑をおかけして、申し訳ございませんでした!半ば、投げやりのような言い方ではあったが、部長はついにしっかりと謝罪した。後日、加藤部長は懲戒解雇になった。芋づる式に加藤と裏で繋がっていた人事の社員や役員も暴かれ、揃って解雇になったそうだ。彼らは加藤のごますりで何かと加藤に恩恵を与えていたんだとか。部長になれたのもそのおかげだろう。しかも先日辞めた同僚が弁護士に依頼して加藤たちを訴えているらしい。俺たちは元同僚として全力で弁護士さんに証言をするつもりだ。支社長だけでなく、本社社長も事態を重く受け止め、わざわざ俺たちの働く支社にやってきて、直接謝罪してくれた。俺たちは捨て身の意思で加藤に届け出を出したが、支社長、本社社長の説得で、俺たちのほとんどは退職の意思を撤回した。希望者は移動したり、本当に退職してしまったが、俺は今も変わらず支社の営業で働き続けている。次の部長には課長が選ばれ、課長には俺になってほしいと打診があった。思いがけない昇進に戸惑ってはいるが、全力で取り組むつもりだ。俺は加藤を反面教師にして、仕事にも部下にも誠実な人間でありたいと思う。